おはようございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は令和5年5月の13日土曜日です。はい、えー。毎週ね。週末になるとね最近ね。天気悪くなってますね。それもね。激しい雨がね。降るんでね。なかなかね。外でのね。作業がね。 えー、厳しい状況ですよね。はい、えー、今日もね、じ、え、い、ー、さんはね、早起きで、えー、頑張ってね、えー、動画をね、作成してるわけですが、最近はね、めっきりね、視聴率がね、えー、悪くなってきてますね。まあ、いろんな方がね、YouTube にね、参入されてきてね、もう数がね、 飽和状態になってるってね、えー、この間ニュースでも言っていましたがねえー、それにはめげずね、えー、毎日ね頑張ってあげているわけですがねなかなかね、えー、うまいことね言ってませんねはいえー、本日はね大阪の天気はね午前中はね曇り空ですがね午後からはねやっぱり雨が降るみたいですね結構な量がね降るようなね予報になってますがえー、午前中にね サクサクとね片付けていきたいと思ってね行動をしておりますがねなかなかね体がね重たくてね動きませんねエンジンがねかかるまでね時間がかかりますはい今日はねえー、段ボールとか紙くずアルミ缶、えー、鉄銅の分別作業をしてねええー、処理をねしていきたいと思います なかなかねお、お家の中のね、断捨離のね、作業もね、えー、進んでおりません。なかなかね、片付けるとなるとね、えー、あれもこれもっていう形でなるわけですがね、も,も,もったいないお化けがね、えー、出現してきてね、なかなかね、物がね、減りません。えー、ね,ね,ね、見ようによってはね、なんか、 ちょっとずつ増えていってるようなね気がします。はい。思いっきりね、ドバッと捨てればいいんですがね、なかなかね、えー、もったいないお化けがね、出てきてね、なかなか捨てれませんね。まあ、いろいろねお、思い出があったりね、するもんもあるんでねい。いつかは使える。また、あの、必要な時が来るんじゃないかなと思いつつ置いてるってね、だんだん溜まってきてね。 あこんなもんもあったんかなという感じでね、えー。なかなかね、服なんかはね、大量にありますね。いっぺんにね、処理をす,すればいいんですがね、なかなかね、これが進みません。はい、えー、体の方もね、もう年々もう筋肉がね、衰えてきてね、なんもないところでつまずいたり、こけたりするんでね、こけちゃうとね、骨折とかね、 えー、怪我とかのね、リスクが高くなるんでね、えー、筋肉をね、えー、増やす作業をね、えー、していきたいと思うんですがね。はい、えー、なかなかね、えー、思うようにいきませんね。体重もね、増えたり減ったりをね、繰り返しておりますがね、えー、なかなかね。はい 頑張ってははおるんですがね、はいあとね、いつから年金をもらうかっていうのもね、考えないといけないんですがね、早くもらうとね、一月あ当たりね、0.4%減額されちゃうんでね、これも考えようです。またよかったら見に来てください。ゴミは宝チャンネルご視聴ありがとうございます。感謝です。